超えぬ限りってなんか回答があるの？あ、でも割れてる割れてる割れてる。お腹ビームはなんだ、なんか関係。めっちゃ折られてる。もうけ押し込む押し込む押し込む。赤くない。しっかり見たっけ。バチとのぶつかりだ。お、あ、腕が腕が。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはシャングリラフロンティア第18話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたシャンフロですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第18話ということで、まだ2期の6話なんですね。もうなんか本編はもう最終決戦に近いんじゃないかっていうぐらい、出し切り出し切り出し切り、さあラスボス戦だみたいな感じになっているわけなんですけれども、まだユニークモンスターも1体目、なおかつまだ2期も6話目ということで、さあさあさあ第3フェーズに入ったウェザエもどん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 攻撃の手が緩まずにバン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 やってきているわけなんだけど、ただね、サンラクがもう行かれてしまってわけで、まあ、そこからまたなんか逆転の一手を考えているぜみたいなところなので、どうなっているのか、なんか回避不可能で、もう完全になんかもうクソ技もクソ技みたいな、絶望の人たち、あの制定体制みたいな、もうそんな感じになってしまっているので、さあさあさあ今回どうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、エムル、あら、まだ戦ってる。もう完全にヒロイン。あら、そうね、もう完全にヒロイン、完全に嫁です。あ、嫁でした。オッケー。さあ、でも角ぶった切られて装備破壊、なんだっけ、装備破壊でパリーもできなくてもう終わりみたいな。あの、なんだっけ、転生を出されたらもうこの世の終わりですみたいな。そんな技を受けてしまったわけなんですけれども。やーいやー。さあ、ロボットも戦ってるわけだもんね、カッツォ君たちは。やーいやー。ここね、ここの、さあ、でもウェザエモンもかっこいいな、やっぱり。本気出してきてるしな。で、ここまだ出てないもんね。これはまだこの先だったりするのかな？まだ6話なんだよな、そういえばね。あーいいやーいいやー、あーいいやーいいやー。さあ、まだなんか資料を呼び出したりとかしそうだけど、どうなんだろう。お、ここ。どうなんでしょうね、でも。デンジャー。さあ、ここで変わってっていうところで、も頭ぶっ壊されちゃったけど。そう。ああ、ひたすら。うん。うん。お？え、ぶつけるとか？さあ、これ上に投げて落ちてくる。晴天体制転生。いや、でもガーフでこれだったらもうイカレ技もいいとこだよね。装備ぶっ壊してガードかでしょ？やばいよね。避けるしかなかった。お？さあ、いや、あと5。最短の類似。できて。うまいね。こういうテクニックもあるわけだね。さあ、まだ。セルフ蘇生。ほんとに、ほんとに究極奥義だね。
はあ。めちゃくちゃな技だよな、でも。うん。っていうかまあ、ステータス差でもうほぼ即死だよね。え？究極を超える？え、また来る！来将！聖天体制！来将。え、そっから、え、ちょっと待って！どうすんのこれ？受けることがフェーズ、やべえ、マジで！受けることでフェーズ移行するのかなとか思いましたけども、なるほど！ワンセットなんだ。火砕流！おー、やばいよー、ほんとに。はぁ。入道具も来るよ、でも。配布武器。いや。すごいな、たやすいと言ってのけるのが恐ろしいわ。さ、やべ。うん。そうね。もう詳細見えちゃえばって話だな。ある種。マジかよ、それでき？来将。いや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 。何？足？30秒で転生が飛んでくる。ほう。ああ、即死なんだってことは、だから。もしだから HP 持ったりとか、なんか、ステータスで、カンストしてても多分死ぬんだろうな。うん。多分、死ぬわけだ。超えぬ限りって、なんか回答があるの？これ。回答がありそうだよね。後ろ？はあ。回避ができないか。え、どうすんのこれ。でも、それより先に殴るとか？新薬しかない。はぁ。10分には届かない。超えぬってどういうことだ？それより早く技を入れる？ノックバックもしないもんね、だってね。はあ。そうだよね。超える必要がある。お、なんだそれ！おい、そんないきなり。そうか。パリー。うぅ。マジか！PS。 うわぁ、あと4、だからひたすら死にまくって覚えるしかないんだ。
いや、抜く、ぬあ、でもこれ、抜く気なんだ、でもこっから。でもそれしかないのか。パリかなんかでキャンセルするしかないんだな。めちゃくちゃしてる。こっちはこっちで。それ、そう、アンは？ああ。おお？え？お？なに？あ、ヘイト？コントロール？やべ！何す？どういうことだ今の。びっくりした。先に行く、せいぜい頑張れかと思った。ああ、なるほどね。そうね、びっくりするよね。さあ、仕切り直し。さあ。さあ、一つ一つ。さあ、うまい！わーお。お、浮いた！足が！足払い！わーお！すごいな！あ。すげえな！でも、伊達じゃないだろうな、PS は。プロになると。うん。さあ、力が入るタイミングで、すげえな。完全にカッツォくん。ん？破損注意？あ。ああ。どこだろう。このロボットくんはカッツォくんに縛られて幸せそう。より硬い分。うん。腹。いや、うまく起こし上げて。腹を割って話そう。いけ！さあさあさあ、腹を。ひたすら腹を。あ、でも割れてる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 。よし！なんかある？コアが？なんだ？何それ？おー、すごいでっかい声出しちゃった。めちゃくちゃしてるって。ビーム？お腹ビームはなんだよ、なんかキャビア、ストライクフリーダンみたいなお腹ビーム。なるほど。あそこになんか詰めたら、暴発しそう。なんか、進めると、あ、めっちゃおられてる。煽りが。確かに。言う。半年、多分一年、終わるまで言うんじゃないかな。刺しゅうまで言うと思う。OK？ ジャイアントキリング。そう！いや、すんげえ。とんでもねえわ、これ。ちょっとお腹ビーム。なんでフェーズを進めるとしんどくなっていくんでしょうか。多少は楽になってもいいんじゃないの？ああ。そうね。
覚悟はできた。ミサイル。わ？お。わわわわ。うがつ。ビーム。シャドウエッジ。あ、影。影ね、おう！でも、カット君が思いっきりぶっ込む？ん？まだ行く？ジャイアントキリングスQは、巨人殺し。何これ、レベル差特攻とか？さあ、ミサイル！な、おぉ！直撃なんですけど！あ？片腕で行く？めっちゃあ、ぶん投げる。おっと、健康一滴。え、もう、押し込む。一番痛いところだ！ぶち抜いた！あ、かつ、よく見えるぜ。あんな、どうだ？ぶち抜きましたか？もうこれ以上しんどい展開があったらもうちょっとやばいって、このゲーム。ちょっと、よし。コロンビア。あれ、カットくんでも下敷きに？危ねえ。危ない。あ、壊れた。消失した。よー。しんどすぎる、この敵。あとは三落だけだ。ああ。全乗せパンチだったんだ。恐ろしかったけれども。三落。まだ受けてる。まだ考えてる。あといくつ？ 2 分半でぶっ、間に合った？マジ？おう！合体感。整った。頭も。わあ！マジで！さあ、行くぞ！始まってる。よかった、終わりじゃなかった。よかった、まだ続く。あ、ちょっと待って、よかった。お、さあ、ニューノグモ？よかった、終わりじゃなくて、ちょっと終わりかと思って、ちょっと不安だった。よ、わお。作画すごいな、でも。ち、オッケー。ボーパル人術。最後の転生。トゲツ、合体！草原月！お！めっちゃ美味しいじゃん、それ！さあ、足が！固ま。
もうこのための武器って感じがするな。対応できる。っていうか、もう、これで無理だな、もう無理だ。ほんと、え、何？え？ What's up？ あ、赤くなーい。ん？赤くなーい。やっちーな、ちょっと、挑戦でしっかり見た、やーん、やばい。考える、だって、しばいてもらう。どうする、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 考える、考える、考える。ちょ、あ？なんだ？ヘイトずらした？お？せっちゃん、墓を見せて。お、一瞬！あ、うん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 。うん。うん。え？自称ならオッケー？オッケー。さあ、発動するぞ。ここだ！これを、終わらせて、終わらせよ！ちょ、これで、クレセントポーパル、わお！ぶつかってる！でもあるし、本当に、バシとのぶつかりだ！お！あ、腕が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 、撃ち抜いた。壊れた？届かねえ。わーお！刀が折れた！終わり？晴天転じて、あっぱれ転生。げえ、エンディングが違うぞ。これはせっちゃんとウェザイモン？ああ。わあ、こんな顔してたんだ。うわ、優しそうだな。うわ、なんかイケオジじゃない。なんか CV 早見さんって感じがする。ああ、こん、でもそうか、ずっとでもこのままだったわけだね。でもこんね、やっと終わらせることができたから、この二人はこれを迎えることができたけど、三楽たちが来なかったらずっとあそこで終わることのない時間を過ごしてたんだ。うわー、
クリアしたものだけが見れるエンディングって感じがします。いいんですか見ちゃって。僕あのシャンフルやってないんですけど。劇場かわいい。ミニサイガさんちのバレンタイン。レイさん、なんか脳筋チョコになりそうだけど。はい、かわいい割烹着ハートにしちゃおうかしら。うん、ハートにしちゃおうかしら。あーでもハート型でもいいんじゃないですか。あしっかりしっかり特部まで。そうね、あのリアルと混同してるようになってるから。どうする、かっこいい、できる、できそう。かわいすぎる、かわいすぎる。なんだこの子、面白すぎないか。あのもう多分もうこの子をずっとあの右下に映しといてほしい、面白すぎるから。密着してほしい。あら、あらあら、姉さん。でも作れそうだな、なんかサイガちゃんなら今までの全部。ん？え？板チョコに戻す？あの技術力すごい、あ技術力がすごいと思う。でも形的にもあなすごい、見た目はそのまま、味はそれ以上、なんて最高なんだ。面白すぎるこの子。というわけで見終わったわけなんですけど、やばい、今回神回すぎません？マジでちょっとずっと叫んでた気がする。なんかもうずっと興奮してた、マジでやばかったわ。いや正直今回さ見ててね、やっぱりこうね、ペンシルゴン&カッツォくん回だと思ってたの。もうぶっちゃけこれで終わりだろうな、さあさあさあ三楽も攻略が勝ってさあ来週っていう形なのかなと思ったら、もう最後まで描写してくれてて、いやもうなんかいつもは終わるの早いのに今回ボリューミーで40分あるんじゃないかって思っちゃいましたね本当に。でも24分しか経ってないんですよ、シャンフロー劇場入れたら26分ですよ。すごいですねこの作品は、時間を操っているんですかっていう風に思ってしまう。あーもうなんか脳みそがすごい楽しかった。いやでも攻略完了、この後どうなるんだろう、世界動くのかな、ワールドストーリーが進行するって形になっていくの？あーめちゃめちゃ興味やばいんだけど。いやー超良かった、転生を超えたねえ、言葉は転じてあっぱりに。あーで最後のあの顔よ、あの表情、優しい表情、多分若干なんかやっぱり体がロボットになって妄衆に狂っていた部分もあっただろうけど、ああやって笑っていたんだね。あー彼女たちの時間を動かしたわけでしょ三楽は。でもちょっと無理ゲーすぎんか、でもあそこまでしないといけんのでしょ。あーまあ理論上はできるよ、理論上は多分不可能ではないんだろうけど、ちょっと難度が高すぎるよね、うん、いくらなんでも。あーまあまあまああのやっぱりねロボはねね、あのキリンロボは壊す必要はないから、ね、ヘイトは買ってもらうだけでもいいけど、もう肝心のクリアフラグがマジで難度高すぎるな。あパリーするってことでしょ言ってしまうとね、武器を飛ばすっていうところで、いやだってかなり特化型である三楽ですらパリーがかなりしんどい、クリティカルみたいな感じの、何クリティカル兼パリーみたいな、あ成功率をグッて上げてとんでもないよね。だってでも1フレの攻撃でパリー合わせろみたいなもんだもんね。それでいてガーフで装備壊すしみたいなところだし、あーいやすごかったマジで、見ててボリュームがすごかったマジで。いやでもなんか作画も全体的にすごかったけど、ペンシルゴンさんめっちゃ熱いし、じゃあちょっともうどこから喋るマジで。いやでペンシルゴンさんめっちゃ熱いよね、もう今までもう全てを投入して、もう槍も高かったとか言いつつも全部投入してぶち込んで、もうここにへその部分にぶち当ててやったわけですよね。でそこからこっから押し込むというね、もうよかった、煽られなくてよかった、あそこで壊すことができたなら本当に煽られなくてよかったですね。あでも本当にあのままねヘイトをずっと買ってたら多分三楽は、あでもまあでも壊したからこそ余裕が生まれてウェザエモンに一瞬隙を作ることができたっていうところではあるから、まあ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 壊せたことによるっていうところだろうけど、あーでもすご、なのででも多分やった三楽はすごいね、あのフラグをね通し切った、
あのもうクソ攻略状況を通し切ったのはマジですごいと思うわ、本当に。いや正直受けてなんやかんや耐えればまたフェーズ移行してもうちょい楽になるのかなって思ったけど、あれを攻略しないといけないっていうなかなかの無理ゲー、あーめちゃくちゃだと思う。このゲームすごいっすね。でもなんかフェーズが進めば進むほど激化はするけど、多少楽になるフェーズだったりっていうものが絶対存在するはずなんですよ、こういうゲームって。あー、ただ物語を進めれば進めるほどね、ボスの段階を進めたり、例えばお腹を壊したりとか、多少楽になる要素ではあるわけじゃないですか、そういうところって。なんか V 破壊とかってこれがあるからちょっと楽になったわっていうところじゃなくて、逆に激化するっていうさ、なんかなんかやっぱりゲーム上手い人からしたらすげえ燃える要素なのかもしんないけど、やっぱりさね、 V 破壊したら暴れ出すとかさ、なんかちょっとやっぱりゲームライト勢からしたらこれクソ要素じゃねってなるような要素もかなりねじ込まれてるよね。なんかフェーズが進むにつれて激化して、なんかしんどくはなるけど楽になるとか、なんかやっぱりどっちかっていうと何なんていうのこれ、なんかトレードオフみたいなところがあると思うんですよ、やっぱりフェーズ進行って。もうしんどいしんどいしんどいと思いながらも多少楽になるフェーズ、なんか楽っちゃ楽、前の段階よりは多少はまだみたいな、そういうなんか流れがあってもいいのに、あのどん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 しんどくなっていって、最終的にはかなりとんでもないフラグでしたけれども、クリアして本当にすごかったわ。いやーでもよかったな、ペンシルゴンとカッツくんもすごいね。でもやっぱりカッツくんの PS もなかなかだよね、あそこで拘束するってよね。でも伊達にやっぱり VR ゲームのプロゲーマーじゃないよね、そこら辺はやっぱり人間性能が全然違うじゃん。どっちかっていうとさ、やっぱりねえ、やっぱりゲームってさ、人性能とキャラ性能っていうのが大体こうなんかいろいろとやり玉に挙げられて語られたりとかするけど、やっぱり VR ゲームになっていくと本人のスペックがめちゃめちゃ大事になってくるわけで、そう考えたらやっぱりサンラ君めちゃめちゃすごいけど、カッツ君もやっぱり替えの利かないやっぱり仲間ではあるんだろうなっていう感じがある。いやーなんかすごいいい人をスカウトしたね。まあまあまあ最適解だったのかなっていう感じはするよね。でもこの3人じゃなきゃかなり厳しかったよね。それこそでもやっぱりだって三落級がもう一人いれば、楽になるとなったらやっぱり三落級が一人いればっていう形ではあるね。やっぱり今回のやっぱりクリア状況を見る限り、やっぱりサイガちゃんいてもっていうところでもあるし、なんかやっぱり受けながら火力で削り切ってウェザーモンぶっ壊すのかなって思ったけど、こんな条件だとは正直思わなかったしね。めちゃくちゃすぎますね。でも、それだけやっぱりこのエンディングを見たことの考えって半端ないだろうな、マジで。やったーってなると思う。あ、もう多分本当にゲームやって、こんだけ無理通してやっとクリアしたってなって、あのエンディングが流れたら、もう、しゃー、マジでみたいな。これを見るためにみたいな。そういう感覚にはこう支配されるんだろうね。めちゃめちゃ良かった。今回マジで神回、超ボリュームでずっと叫んでたかもしんないけど、ちょっとマジで、それだけテンションの上がる回だったら、シャフルおもろいね。正直見るのどうしようかなって思っていたけど、いや、見てよかったわ、マジで。これだって毎週の熱量で追いかけていくから楽しいんじゃん。こうなんかやっぱり、ね、一気に見て楽しいっていうのもありだけど、多分毎週こうじらされながら来たことでここで爆発するのがまたたまらないので、いや、見てよかったなっていうところで、今回はこんな感じで終わりましょう。喋りが止まらなくなっちゃうからね。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わると思います。以上、シャングリラフロンティア第18話でした。バイバイ。すげえわ、マジで。